はい、どうもショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、どうしたんですか急にっていうね、びっくりした人もいると思いますし、どうせタイトルで釣ろうとしてるんでしょっていう風にちょっとね、車に構えてる人もいると思うんですよ。まあ、ただ今回の動画では今後こうしていきますっていう、まあ、宣言をする動画です。なので、まあ、ちょっと投資ハイスクールみたいにならないようにね、ちょっとしたいんですけども、もし僕がマジに腐ってたなと思ったら真面目かっていう風にコメント欄で突っ込んでくれたら嬉しいです。で、あと、まあ今回の喋る系の動画なので、倍速再生で他の作業をしながらラジオ感覚で聞いてくれたら嬉しいです。で、今回の動画ではまずそもそもなんでこの動画を撮ろうと思ったのかっていうストーリーの部分をシェアして、だからこれをやっていきますっていう結論をシェアしていきます。で、その後にもうちょっと具体的に1ヶ月後、2ヶ月後にはこういうことをやっていこうと思ってますっていう具体的な案もシェアをして、で終わりっていう形にしていきますね。なので10分から15分ぐらいの動画にギュッとまとめる予定なので、はい、やっていきましょう。はい、で、そもそも僕がこの YouTube チャンネルをスタートした時っていうのは、その eBay 輸出で仕入れた商品をレビューしてたんですよ。そう、見てください、こんなレアな商品ゲットしましたよみたいな感じでシェアしたんですね。でも再生回数はぶっちゃけ10回とか15回ぐらいしか再生されなかったですね。そう、まあでもいいかと思って、楽しいからいいかと思ってこうやってシェアしてたんですけど、そしたらこのものじゃなくて、その背景にある部屋の部分がフィーチャーされ始めたんですよ。なんでそんなものないんですかとか、どうやったらそういうものをなくせるんですかみたいな、そういうコメントが集まり始めたんですね。なので僕もその質問に答えるように、あ、それ断捨離したんですよとか、断捨離するときは8割のものを捨てたんですよみたいな感じでアンサー動画をシェアしたんですね。で、そしたら世の中のニーズとマッチしてくれて、おかげさまでチャンネルがぐーっと伸びてってくれたっていうのがあるんですよ。で、2018年2019年はミニマリストのっていう肩書きでやらせてもらっていました。で、まあ、ただ僕自身そのミニマリスト、まあ、もちろんミニマリズムではあるけども、あくまでファーストステップだったんで、その後のこと、その断捨離した後に、じゃあ実際に時間とお金を作っていきましょう、そして自分の才能を磨いていきましょうっていうところもシェアしたかったんですよ。そう、なのでのんびりミリオネアっていうのをバーンってやりましたけども、チャンネルのコンセプトをいきなり変えてしまうと、その既存のファンだったり既存の視聴者の人がその、まあ、離れていっちゃうというか、もうボンってなっちゃうんで、徐々にそのミニマリストのっていう YouTube から徐々に変えていこう、グラデーション的に変えていこうっていうふうなことを2020年から1年半かけてやってきました。でも、グラデーションっぽくそのじわじわ変えていくよりも、ここで一回宣言をして、でこれからその、まあ、ある程度ガラッとやった方が、もう視聴者の人も分かりやすいだろうと、で僕自身も分かりやすいでしょうと思ったんで、今回こうやって動画でシェアすることになりました。あくまで僕の中ではミニマリズムっていうのはもうファーストステップなんですよ。僕がその eBay 輸出っていうのを始めた時、全然結果が出なくて、でその eBay 輸出で結果を出すために、その関係ないものを全部省いていく、断捨離していくっていうところから僕はミニマリズムが始まったんですね。なのでミニマリズムが終わった後、完了した後は実際にその eBay 輸出にフォーカスをしましたし、一部分をまた再投資していくっていうことで、この YouTube だったりとかトークスキルみたいなことを鍛えたりもしました。なので、そういったところも含めてどんどんシェアしていきたいんですよ。時間とお金に余裕を作りましょう。でお金と時間に余裕ができたら、その余った時間とお金で自分のやりたいことだったり好きなことにフォーカスをしていきましょう。そうすればそこで結果が出て、才能だったりスキルが開花します。でその開花した才能だったりスキルを社会に提供し合う、ね、そういう社会を実現したらもっと面白いと思うんですよ。なので、まあ、ちょっといきなり話がぶっ飛んじゃったりましたけども、まあ、これからこのチャンネルでは、ミニマリズムももちろんシェアしていきますけども、それはあくまでもファーストステップとしてのミニマリズムで、その後に時間とお金を作っていきましょう。でそのために僕がやってきたこと、今もやっていること、そして大切にしているっていうことを分かりやすくしてお伝えする、そういうチャンネルにしていきます。そうで、実際お前はどうなんだと、実際あんたはどういうふうにやってるのっていうのを見せられるのが
この YouTube のいいところだと思うんですよ。動画を通して、ね、映像と音で見せられるわけなんで、なので僕がやっているところ、ね、っていうのを見せつつ、僕がその大切にしていることだったり、役に立ったことっていうのをシェアしていく、分かりやすくシェアしていくっていう動画にしていきます。なので今こうやって喋る系の動画になりますけど、これもやっぱ月1本2本ぐらいに抑えていきたいですね。あとはもう全部僕がやっているところを見せる。でそして動画を見てくれた人が、あ、こうやってやってるんだと、あ、これだったら僕にもできそうだなっていうのを思って、で実際に行動に移して時間とお金に余裕を作ってくれたら、もう僕の中でも最高ですよ。やっててよかったって思います。はい。で、じゃあ実際その e-mail 輸出で稼ぐ方法を教えてよっていうね、そういうコメントだったり質問もいただくんですけど、ただじゃあこのチャンネルでその e-mail 輸出で稼ぐ方法を教えますっていうと、そのやっぱ日本ってどうしてもそのお金を稼ぐことにその汚いイメージを抱く人がいるんですよ。なので、あいつ情報商材になったなみたい なんかそういうふうに言っている人がいるんですよね。で僕そう言われるの嫌なんで、ちゃんと求めてくれる人、かつちゃんと行動して結果を出してくれる人にお伝えしたいと思ってるんですよ。なのでそれはショッピングのお仕事カフェっていう実践コミュニティを作ったんで、そこで聞いてください。もうそこで僕がやっている具体的なノウハウっていうのを全部シェアしますんで、そこで来てください。その、まあ、ちょっと繰り返し、本当大切なんで繰り返しになるんですけど、僕のなんかライフスタイルを自慢したいチャンネルじゃないんですよ。僕のライフスタイルを見てもらって、あ、僕もできるかも、私もできるかもって思って、実際に、まあ、少しでもいいんで行動してもらうっていうことが、ブログスタイルでやっていくっていうコンセプトのなので、はい、そこだけはちょっと、また繰り返し、ちょっとやっていきます。で、じゃあ、その、今後1ヶ月、2ヶ月でどういうスパンで、スケジュールでやっていこうかっていうことなんですけど、今度ですね、僕が eBay 輸出をやっている日の、もう最初から最後までのルーティーンっていうのをもう見せていきたいです。その僕が仕事をしている風景ですね。そこになんかもう密着みたいな感じでやって、一本動画を、まあ一本というか、まあこれから動画を作っていきたいです。あとは、地方に行って仕入れをすることもあるんですね。まあなので大阪行ったりとか名古屋行ったり、あと仙台に行ったりするんで、そこに行きながら、仕事をしながら旅行も楽しみながらみたいな感じの、それやっている様子もシェアしたいなって思ってます。はい。で、まあせっかくやるんだったら、そこの行った先で視聴者の人と会ったりとか、まあそういったこともやりたいなって思ってるんで、まあその企画はまたおいおいシェアさせてください。で、あと今サンクチュアリ出版の人とお話、打ち合わせをしてるんですよ。で、あ、本出すんですかって言うと、そうじゃないんですよね。本じゃなくてセミナー、まだセミナー段階です。はい。で、セミナーで、なんでしょう、サンクチュアリ出版の人が用意してくれたセミナー会場で、まあ、僕が持っているその大切にしていることノウハウっていうのを体系立ててシェアさせてもらうっていうことをします。で、内容は、サンクチュアリ出版の人は、ミニマリズムネタでお願いしますって言ってくれてるんですけど、まあ、もちろんそれをシェアするんですけど、その時間とお金にゆとりを作るためのミニマリズムっていうことでシェアする予定です。なので、まあ、詳細の日程だったり時間だったり場所が決まったら、またそれも YouTube だったり Twitter だったりインスタでシェアしますので、よかったらふるって参加してくれたら嬉しいです。はい。まあ、今一応こういうご時世なんで、何でしょう、感染対策とか、そういったことがちゃんとできる人、かつ大丈夫だよねって思える人が集まればいいんです。はい。なので、まあ、ゆくゆくはちょっとそのサンクチュアリ出版の人とね、本も出せたらいいななんて思ってるんですけども、直近 1,2 ヶ月の僕の動きとしてはそういう感じです。はい。で、あと、まあちょっとこれ最後告知になるんですけど、まあ、先ほど言ったように、その実際にお金と、時間のゆとりを作っていきましょう。で、そのためにその方法がわからないっていう人は、ぜひショッピングのお仕事カフェで実際に行動実践をしてください。はい。そのための環境というのも用意してますんで、そこの概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひそこからチェックしてくれたら嬉しいです。あと何か言うことあるかな。あ、そうそう、なので、その今までその、貯金をするためのミニマリズムをしたいですっていう人だったりとか、あとは就活、終わる活をするために断捨離をしたいですって思っている人たちには、これからの僕のチャンネルっていうのは、
あんまり面白いものじゃないかなというか、その参考にはならないと思います。はい、これからちょっと僕が持っているノウハウとして、今まではそのミニマリズムでしたけど、もっといろんなノウハウあるんで、僕の中でそう僕なりにもっと皆さんに伝えたい、あ、これは役に立つぞっていうのはいっぱいあるんで、そういったところをどんどん自分がやっている様子を見せながら、こう見せていくっていう感じでやっていきますね。その身軽になっていくために本当に行動しましょうっていう、そのなんかメッセージ性がより強くなると思います。ちょっとその毛色から雰囲気、世界観変わっていくと思いますけども、はい、引き続きよろしくお願いします。ね、こういう時なんか最後締め方が、落とし方が分かんないんですけども、引き続き、皆さんで一緒に本当に身軽になっていきましょうということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。